さあやっていきましょう。今回はアラニカラミッド激球をコスト180で攻略していきたいと思います。では参りましょう。戦友はアズリエルを選択しました。いやーちょっとね、今日は巻きでいきます。あと10分か15分ぐらいしか言えてないといけないんで、ちょっと急ぎます。で、戦友はヒアソフィアでもいいですね。それこそヒアソアズリエル持ってたら相当攻略しやすいんでね。今回は手駒ロックが鍵となってくるんで、まずはルキアを出します。そうすることによって相手の手駒オーラを1枚引きずり出すことができます。で、この手駒オーラが、まあ、結構ぶっ壊れなんで、相手手駒にある、こいつが手駒にある間に相手のこの攻撃力なん、攻撃力が 2.5 倍、やばいねこいつはね。早めに返してみましょう。ここアズリエル行きましょう。で、ここに置かれるのが一番やばいんだよな。石像こいつ4倍出すからな。で、これでアズリエルを警戒して返してくれません。激板、あ、激板ですこれ。あー痛い、あら痛い。まあとりあえずだな、これは。あー、図のコンボ使えるけど、ここグッと我慢ですね。グッと我慢してファースト置いて、でこれルキア返してくれればもう決まるんですけど、そうはいかないか。まあいいですね、うん、問題ない。倍性強いね。でまだあるん届かないと思うんで、ここは一旦チャーリーをして、でアズが返されなければ次あるんで、お、いけるかこれ。もしや、まあでもこれちょっと計算しときましょうか。2940ぐらい出るんで、そこを 1.5 倍して、毒がまず750で相手9051残るから、あー、ギリ足んないかもな。まあ正直焦ることないから、まあ、うん、焦ることはないな。アルンこっち出して次バイスで勝てるだろ、死ぬこともないと思う。まあちょっと後で編集で計算して、これアズリエルで届いたかどうかをちょっと検証しておきましょうか。 OK で次バイセで勝ちですね。とはいえまだバトル1ですからね、油断ならない。4枚返しセイヤー。 OK、 まあちょっと HP がかなり減ってるけど、最初はい、運が悪かったですね。最初あのオーラのコンボがね4倍になるってことなんで、あれ決められたらちょっと運が悪いということですね。で、ここね、LOCK って書いて、つまりこれはね、手駒ロックがヒントっていうのが、もうこの時点で分かってるということですよ。まあ、この階層は手駒ロックしなくても OK です。普通に殴るだけ。OK。うわ、外でカラスカーカー鳴いてんな。何？俺の家になんかあるの？怖いんだけど。祝勇。さーい。いいから食う。OK、もうこれ次のターンで変わってるね。でじゃねえか。まあここはサービスポイントですよ。あ、これジェイル君打ったら気持ちよさそうだな。これ無双演武と相まって、どんぐらい食らう？せーや、イーガルクーけど無双演武の方が上というね。まあさすがにそれはそうか。ジェイル君1枚につき60しか出せませんからね。さあ次のターンね、これでルキアと、あとドルシーかタマモの前どっちか引いときたいよね。引けたら勝率はグッと上がりますからね。さあ、OK！ 来ましたね。で、ここ注意なんですけど、こいつらの方がマシだからね、コンボスキルは。こっちに置いたらあんま良くない。これ4倍ですからね、こいつらはね、この両端の方は。あ、OKOK。いいところに置いてきたね。これいいところですね。さあ、ただ。まあ、ソーディアン打っとこう。まあ、ちょっとね、これ間取られる可能性があるからあれなんだけど、取らないでしょう多分。 OK まあ多分って憶測なんですけどね。これアラニカラミッドを返し、あ、ちょっと待てよ、これ正直タモの前、いやダメだな、その後4枚返し来て4倍ってなったらちょっとまずいんで、タマモの前がちょっと使いにくい感じなんですけど、あ、まあちょっとこっち行こうか。じゃあね、これアラミカラミっていうのコンボね、バカにできないからね。バカにできたっけ、覚えてないけど。これ角取られそうだな。あ、よかったありがとうございます。あ、ファウストコンボ使える。うわー、いてー、めちゃくちゃ強えじゃねえか。あるんで4枚返しできますね。しかしこれは したらあんま良くないな。しても絶対足りないからね。ちょっとどうしようかな。
まあ、こっちかな。一回ここ相手出させよう。相手にアラニカルミットを出させていく。ただこいつのコンボちょっとやばいけど、まあここはオーラスキルなんでまあ大丈夫として、その次だよね。 OK。 でまあファウストはコンボスキル使えませんね。こいや、カルマメいいね。カルマメいい引き、このライフバース相当食らうぞ。 OK。 さあ相手の攻撃力が相当落ちたぞ。これもうソーディアンあと 2,3 ターン耐えるんじゃないか。うーん、あ、まずいね。これベルーガロコンボがちょいヤバですが、ただここ3枚返しできますね。どうしようかな、どうしようかな。勝ち筋があるとしたらここで3枚返して、その後にあるんで決めるっていうところですね。正直ちょっとだいぶ削られてんなここ。うん、ちょっと運が悪いな。アラニカラミットのコンボは 1.8 倍か、多分耐えなそうだな。ただ勝ち筋あるとしたらそこしかないよね。うん、アルミス使えないからね、しゃあない。ここ行きましょう。アラニカラミットのコンボ来たら死ぬ。そのコンボが来る可能性は1、2、3、4分の1、いや5分の1。外すでしょ。よし、外した。オッケー。ちょっと最後運だったけどまあ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 、5分の1ならね、5分の1ぐらい何だってんだって話だよ。 OK てな感じで手駒ロックを駆使したら攻略することができます。まあアズリエルとか結構強力な駒ね、ヒアソフィアとか持ってたらもっと簡単に攻略できるので、持っている方はぜひ編成してみてくださいということなんで、私もバイト行かないといけないんで、この画面です、このリザルト画面でもう終わりますね。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。